オパンベオペレーションズとは、ヒューレットパッカードの提供する総合システム、監視ソフトウェアである。かつては、バンタジポイントオペレーションズとも呼ばれていた。IT 管理業務の自動化、コスト削減を目標としたソフトウェアである。現在の名称は、HP オペレーションズマネージャーに変更されているが、過去バージョンの製品マニュアルなどについては、オパンベオペレーションズ応募の名称が使われている。 ことが多い。応募は HP の別製品であるネットワーク、ノードマネージャー上で稼働するアプリケーションである。NNM が SNMP を活用したネットワークの監視に特化しているのに対し、応募はその情報を使って、アプリケーションやシステムの情報を収集する機能を持つ。HP オペレーションズマネージャーがいかん。監視エージェント、監視マネージャー、オペレーター。 非コンピュータ機器の関係を示す。オパンベオペレーションズは大きく2つのコンポーネントで構成されている。単に、マネージャーと呼ばれることもある。オパンベオペレーションズの中核をなすコンポーネントで、監視エージェントからの通知を受け取り、ユーザーに表示する機能を持つ。ユーザーは監視マネージャーにアクセスし、各エージェントから通知された情報をもとに、トラブルやリクエストに対応する。単に、 エージェントと呼ばれることもある。状態を監視する対象のサーバーにインストールされ、ハードウェア、OS、ネットワーク、アプリケーションの情報を収集する。収集された情報を選別、分析し、必要な情報を付加して監視マネージャーに情報を通知する。エージェントからの通知を待ち受ける。受け取った通知を設定されたユーザーに表示し、ユーザーはその情報を元に対応を行う。 ユーザーは応募専用のクライアントツール、または XWindow システムにアクセスすることでサーバを参照することができる。単に監視エージェントからの情報を参照する場合は、クライアントツールのみで十分であるが、応募そのものの設定変更、チューニングには XWindow システムにアクセスする必要がある。ユーザーにはそれぞれロールを細かく設定することができる。例えば、ディスクのエラーは、 サーバ管理者にネットワークの断線はネットワーク管理者に顧客からのクレームは IT マネージャーに通知するといったことが可能である。あらかじめロールをきちんと定義しておけばユーザー自身が通知内容を分析し対応者を決定する必要はない。必要な人に必要な情報が通知される仕組みが備わっている。収集する情報源をデータソースという。 エージェントは下記に示すデータソースから情報を取得し、通知すべき情報の選別と分析を行う。その設定をテンプレートと呼ぶ。監視エージェントの持つ情報で最も重要な情報である。テンプレートは監視マネージャーから配布され、エージェントがシステムに発生した事象を分析するための基本情報となるものである。例えば、ログファイルテンプレートはログファイルに含まれる。 文字列情報と通知する際のメッセージである。テンプレートの作成は監視ポリシーや運用ポリシーに即して作成されるべきであり、導入時に検討される中心課題である。エージェントが収集できる情報源をデータソースと呼ぶ。データソースは大まかに以下の4つに分類される。通常、OS やミドルウェア、アプリケーションは何らかの形のログファイルを出力する。 エージェントはこれらのログファイルをポーリング周期に基づいて読み込み内容をテンプレートと称号する。テンプレートに合致した場合は設定された属性や分類情報を付加し監視マネージャーに通知する。エージェントが直接読み込めるファイル形式はテキストファイルであるがバイナリファイルも読み込み直前に変換プログラムを起動してから読み込む仕組みがある。 監視プログラムをシェルスクリプトなどに埋め込んだ応募専用のメッセージ通知コマンドを通知する。監視エージェントが導入されたサーバガスナントラッペを傍受し、https に変換した後の情報を通知する。HPE をパンベパフォーマンスエージェントよりも簡易的ではあるが、パフォーマンス情報を収集することができる。上記4つのうち最もよく使用されるデータソースは、 ログファイル情報である。情報源がファイルであるため、ユーザーが参照しやすく、テンプレートの作成、検証が容易なことが主な理由である。また、簡単なシェルスクリプトを記述することで柔軟性の高い監視を行うことができるのも多用される理由である。またデータソース以外にアクションと呼ばれる仕組みも存在する。管理対象サーバにあらかじめプログラムをセットしておき、 トラブルが発生した場合は自動的に実行する。監視マネージャーと監視エージェントの間は DCE または HTTPS で通信するが DCE のサポートは減少していく見込みである。エージェントが収集できる情報は非常に多岐にわたる。また HP をパンベパフォーマンスエージェントなどの他製品とも連携しデータを監視マネージャーに通知できる。 このようなソフトウェアの特性上、まず IT 管理としてどのようなトラブルを危惧しているのか、ビジネス上大きなインパクトのある IT トラブルは何なのかといった実装以前の問題発掘やコンサルティングが必要である。これらの工程を専門のエンジニアコンサルタント、運用担当者などと共に実施することで大幅な IT 管理コストの削減、管理業務の自動化が可能である。 また、他社製品を含む連携モジュールが、スマートプラグインスという形で提供されている。オラクルや SAP、QBEA システムズなどから、数多くのスピが提供されており、これらの製品との連携もサポートする。監視マネージャー上のデータは、応募専用のオラクルデータベースに格納される。監視マネージャー用のオラクルデータベースは、同じサーバーでなくても良い。 データベースを構築した後に監視マネージャー上必要なモジュールをインストールする。監視マネージャーはユーザーがアクセスし、情報を参照するサーバーである。このため、ミッションクリティカルなシステムに導入する場合は、MC、セルビスガードなどでクラスタ構成にすることが望ましい。MC、セルビスガードには応募、クラスタ化するためのモジュールが提供されている。2007年10月をもって、 オラクルからのオラクルダタブス4をパンベの提供は終了した。監視エージェントのインストールモジュールは監視マネージャーの内部に同封されている。監視エージェントのインストールにはライセンスが必要である。監視エージェントのライセンスは監視対象となるサーバの CPU アーキテクチャにより規定があるが、概ねサーバのスペック X 監視マネージャー数で決まる。監視対象が1台だけであっても、 それを監視するマネージャーが複数台ある場合は、その分ライセンスが必要となることに注意するべきである。これは監視マネージャーがクラスタ構成である場合に特に気をつけなくてはならない点である。必要に応じて管理したいサーバーにダウンロードし、インストールする。監視エージェントの対応プラットフォームの一部を以下に示す。ありがとうございます。